ああ、お母さんのなんかとかも入ってくるの？だからお母さんを問いにわざわざスタッフさんが秋田に行ったっていう生駒だったらこともありました。乃木坂の映画なのになってちょっと思ったりしたんですけど、いやでもまあそれも含めてでもやばいよね。でも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 そんなの関係関係ある俺なんでそんな選挙もやらなきゃいけないの根っこ生えてるみたいな足が動かないし。秋元さんもっとフットワーク軽く。そうそうそう、おかしい、なんかおかしいぞ。百人首とか水墨画をやってます。水墨画。水墨画。水墨画やってる。本当に。あれ、待って、じゃあさ、あの。生田画伯の水墨画披露。じゃあ生田の水墨画鳥と竹です。どうぞ。違うんです。技が決まりそうな時は違うって書いてある。そうです。審判はやっぱ人なんで、うん、3人のうちの1人が上がる時とかあるんですよ、うんうん、上がると思って、うん、あるんですよ。浅いって見なす時とか、ね、そうです、うん、でも悩む時もあるんですよ審判なんで。入ったのかなっていう。そうです。同時にパパンっていった時だ。そうなんです、うん、そういう時はもうもうこう見ててメーンってきたらいいとこー何それ何それ何それ。いいとこが何回も続く時もあるんですよ。打ち合いになる時あるじゃないですか。あ、そうか、攻防があるか。パンパンパン。いいとこ、うわいいとこ、うわみたいになるんですけど。いいとこいいとこ言ってた。寝てるシーンを撮りますよって言われるんで、うん、まあ寝る格好するじゃないですか。うん、ここの、はい、全キャプテン桜井玲香。前列というかこの真ん中の手前。はいはい、これですね。うん、これまっすぐ寝すぎじゃないですか。北側の後ろね。そうです、前前の後ろで、うん、ちなみに椅子に腰掛けてるんですね。続きましてこちらの南ちゃん、はい、開始1分19秒こちらも椅子に腰掛けながら映ってるんです。1分31秒この時はもうずっと座ってるだけなんです。何ずっと座ってるの？なんか座ってていいよって座ってていいよって言われるんだ。ちょっとよく見せてくれ、よく見せてくれよそいつを。この鳩サブレじゃんかこれ。そうだよ。でもイクちゃんってヘリコプターも超間近で見てなかったっけ？まあ乗ってますね。乗ったよね。ヘリコプターで明治神宮のライブの時ね。これがあったの？そんなだった？神宮球場これで。これ乗ったんだ。はい。操縦してる人そんなだった？あ、はい、すごい真剣で。手前にあるタイヤ、はい、で奥にある前輪のタイヤで後ろのタイヤ。奥にある前輪あれちょっと待って、あれ俺らが知ってる自転車と違う。タイヤ何個あるのこの自転車は？あ、4つ。4つ？自転車自転車2つですね。タイヤ4つ書いたの？タイヤ4つ書きました。なんで自転車乗ったことないの？これみんな知らないんじゃないかなみたいな。ああそうね、なんか最近出てきてる長野さんっていう、はい、ああ長野ピン芸人の方がいる。長野さんは知ってるよね。長野はもうどんだっけ、ドゥッデン、長野はもうドゥーンこっからですね。ドゥッデン、松村とかもやってるよ2人で。やってんじゃん。カラーリスとか、ああそうそうそう、ライブで、あと、ああなんだっけ、あ、孤独兄弟、そうそう、コロッケ兄弟。誰が一番強いの？あのデコピン軍団は誰が一番デコピン強いの？誰よデコピン、どのぐらいやったら。まあ日村さん髪の毛じゃあちゃんとデコピンしやすいよね。分けてくれる。ほらデコピン準備 OK だから。これあ、いただいてよろしいですか。どうもすいません、ありがとうございます。いただいてよろしいですか。いただいてよろしいですか。はい、
いないです。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。どうもありがとう。はい、どうもありがとう。そんな新内には大事にしている日課がある。なんだ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 。メモは取るようにはしてます。癖づけてはいます。気になったこととか。新内は一体何をメモしたのか。妖精とか男の子っぽい。落書きしてんじゃねえかよ。ハートが出ちゃったよ。下着なんか持ってる。5個ぐらい。5個。5個じゃ1週間どうすんの。な少ないよそれ。パンティ1枚だけ洗濯することとか。じゃあごめん、あのパンティって言ってごめん。いや絶対少ないと思うよ。パンツって言ったらズボンのことも入ってきた。日村さんは自分の下着のこともパンティって言う。いや頭おかしい。頭おかしい。ライブでも気合入ってんじゃん。なんどうしたの今日。気合入ってるね。遅い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 。もう2テンポ3テンポ遅いよ今の。そうだよ、日村さんいたら入っちゃうから。日村さん俺いっちゃう。俺が取っちゃうよそういうの。どうしているんだよ。なんで俺がどうしてライブの前にいるんだよ。俺が取るよ。やだわかる。これだけやだーとわかる。やだやだやだ。ちょっと待って、なんでおねえをしたんだよ。やだーやだー。何突っ込まなくていいんだって。言ったこと繰り返すだけだっていいんだから。そう、じゃあ繰り返してごらん一回。日村さんが今から旅行行った時の話するから。はい、あのね、あのね、この前ね。焦んな、まだ普通の会話の延長できたら。握手会でさ、その嫌なやつ嫌なやつのとこだけずっとやってるってのはどうかな。ちょっとやってみるかな。用意スタート。嫌なやつ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 。私あの足もいるじゃないですか。足もの歩き方に超似てるんですよ。それはいいよ。そういうロボットもあるよ、うんね、足ものね歩き方をね、うん、歩き方どうぞ。さあさあ、さあじゃあ ね、じゃあまあやってもらいましょうか。さあさあ、それではやってもらいますよ。これです。では頑張ってください。こっちからやるの。だって足もこれ以外ないじゃないですか。お下がりください。ありがとうございます。はい、お下がりください。足元もロボットいけんの。あれもいけるよね。ウィーン、ガシャガシャ。悲しみのロボット。ガシャ。いいね、あ、いいね。もう割と見せかけて星野できんの。まあみんなできるんだからね、もうできちゃうのか。ガシャ。パンがある。ガシャガシャパク。睨むなよ。やっぱり上手な人を入れときたいなっていうのと、うん、やっぱり何でもこうやってくれそうっていうところ、ね、もうだってすでに一人だけ罰ゲームをやってる状態。なんかね、なんかプチ選抜発表みたいな。でも千葉さんはまだなんかいろんなことを考えての選抜だなと思うんですけど、うん、あ、こう思われてんだ自分って分かっちゃうわけじゃないですか。なんか普段こうやって喋ってるのももしかしたらなんかうざいみたいな。どうしたいこれ。どうしたの。自分の持ち味を言った方がいいんじゃない。マイアンがもし怒りたくなったら怒っていいよ。全然頑張ります。近づいてきたりニヤニヤする人がいたりキャーっていう人がいたりなんとなく分かっちゃうんですか。はい、もうスンってしててください。あ、分かりました。わびっくりスンなのちょっと練習して。はい、じゃあまずスンの前の笑顔ね。はい、笑って。はい、はい、スン。はい、そうです。ガンガン触ってんじゃん。すごい触ってますけど。もう何でしょうこれ。何でしょうこれ。もう誰ですか今。分かんないです。もうちょっと待ってください。待ってください。西野さん、ちょっと待ってください。西野さんは誰でしょう。分かんない。誰かですよね。分かんないよ。どうした。何ですか。どうした。どうした。何ですか。光ってる。光ってる。光ってる。やばい。やばい。なんだ。このアイドルグループは何なんだ。やばいやばいやばい。やばいやばい。ぶっつか。証明してる。